なんでか言ったらな、その、スバル艦隊、ブライダル星団の、その、連中が、うちとアクセスするときな、こういう穴通って、うちの体内に入って、また帰っとんねん。な、うちの体内にも宇宙あるからね。そういうようなタイムマシン的な、うん、ワープ。いわゆるワープ。素粒子になってもうたらもうワープしか使われへんし。で、素粒子になったらもうその、逆ワープがないから。もう物質界に戻られへん。かわいそうにな。だからこんなことばっかり連中やっとんねんけどな。で、進化せえへん。もう、いっぺん素粒子になったら光になったようなもんやから。もう進化せえへんねん。硬すぎんねん。多少なんか大きいんだよ。でもうちら物質に比べたら、めちゃめちゃ進化のスピードも遅なるから、進歩のスピードも、成長のスピードもめっちゃ遅なるの。素粒子になってしまったら、光になってしまったらな。で、多少は、その、相対的なもんやから、そんなもんはな。多少はなんかできるけど、でも絶対的と言うべき、その、速度の差があんねん。素粒子と私たち物質の間には。つまり進化や進歩。な、のスピード。向こう遅いから。だから、進化とか進歩や成長の状態が、こっちの方が上回ったら、もう向こう追いつかれへんねん、実は。そういう欠点があるな。光や神にはな。というわけで、その、そこの血くぐり抜けてこなあかんから、要するに、プレイデス星団、スバル艦隊の連中は、これ持って帰ってしまうし、スバルに。スバルから来るときにそこくぐり抜けて、ほなもう、物質に生まれるしかなくなるねん。つまり、プレアデス、セーダン、スバルの連中みんな、生まれるねん。司令部が急にボーって今消えてん。わかった。じゃあ、その、シャイナから艦隊爆破ちゃうて、その、光やから、セーダンって、素粒子の集まりやから、全部、生まれるねん。人間と限らんねん、しかも。つまり、プレアデス、セーダン急に、ボーってなくなるわけ。